皆さんこんにちはワールドラバーマーケットのぐっちです今回も卓球知恵袋の方よろしくお願いします本日のテーマはこちらになりますサーブの回転を見る能力を鍛える方法を皆さんに紹介します皆さん相手のサーブ例えば下回転という回転は分かってるんだけどでもどれぐらい切れてるかわからない切れてる、そのブチ切れなのかちょい切れなのか全くかかってないのか下回転の振りはしてるけど どういう切れ方をしてるのかわからない。そういうボールの回転量ですね。まあ卓球ってこういう回転量ですごいわかりづらい。外から見てる人からしたらすごくわかりづらい。回転量なんですけど、今日は。二つの鉄則。これをもうぜひ知ってもらいたいですね。これを知っておくと。皆さん。相手のサーブの回転が。見えるようになります。ぜひやってみてください。今回のサーブの見る力っていうのは、実はサーブを見るだけではなくて。例えば。 あのカット打ちの時のカットの回転を見る能力相手のツッツキをが切れてるか切れてないかを見る能力などそういったのにも応用できますのでぜひやってみてください。鉄則の一つ目一つ目は相手がサーブを出した時ですねサーブを出す時に出したあとサーブがこう自分のコートに来るんですがその時にこのボールの黒い部分が見えてくる時はあまりかかっていません。 これが大事な1つ目の鉄則です相手のサーブが例えば下回転サーブを出す時にこう下回転を出した時にボールがこう回るんですけど回ってる時にこのメーカーの黒いマークがこう見えながら回っているボールが黒っぽいな黒いマークが回ってるなっていう思いながらレシーブするときは大体のサーブは切れてませんちょっとしか切れてませんだから相手からサーブが来る時に黒っぽいマークが見えながら来たらあまりかかっていない そこまでかかってないんだなと思いながらレシーブしてください。そうすると、いつものつつきの面で簡単に返せるし、サーブが出したらすぐドライブできるしっていう感じでもうすぐ判断できるのかなと思います。そして相手のサーブを見る能力、二つ目の鉄則ですね。二つ目は、今度は相手のサーブが来た時に、自分のコートにこう来た、来るときに、ボールが真っ白の状態。真っ白の状態で来る。これは、 切れてますブチ切れですサーブめっちゃ切れてますもう間違いなく相手はブチッと切ってきた切って点数を取ろうとしてきたときのサーブですその時はこうボールの回転が速すぎてこのメーカーのマークです、ね、メーカーのマークがこう高速回転しているので見えませんなので真っ白のボールとして自分のコートに来ます 回転のことをあまり知らずにこうやろうとすると真っ白だから逆に切れてないんだなって思いがちなんですけど上手い選手の切れてるサーブっていうのはもう高速回転しすぎて逆ににナックルに見えるんですよねなので白いマークでボワーッとこうサーブが来た時はブチ切れですので危険ですので皆さん「切れてるツ?」ツの面やばいこれれは切れてるって思ったら面をちょっと開けてもらったりとか「これは打とうと思ったけど切れてるからこうつっつき直してしっかり繋いであげたりとか。 そういうふうにレシサーブの回転のこのインパクトの瞬間を見る動画っていうのも何回も出したことあるんですけど私はよくやってるのはサーブが来てからこう相手コートが自分のコートに来る時のボールを直接目で見て目で見てその回り具合で回転量と方向を判断することが多いですので今二つの鉄則っていうのをやらさせてもらいました。 相手のサーブを目で見る力っていうのはもう必要になります。瞬間的にボールを見てあの切れてる切れてないの判断がこれでできますので、もう本当はシンプルなんですよね。真っ白だったら切れてるで黒いのが見えたら切れてないということです。もう非常にシンプルな感じで目で見てあこれは切れてる切れてないっていうのはすぐこう,こう伝達して手の方にこう伝わりやすいですのでなのでボールの回り方をこう意識してやってると。 すぐレシーブが相手の回転が見えて相手のサーブを狙えるようになったりとかミスが大幅に減ると思いますこれはカット打ちあとはツッツキを打つときとかのカットの変化とかツッツキの変化も見るときも同じような切れてるときはボールが真っ白に見えますで切れてないときは黒いマークが見えますっていう感じであのカット打ちとかにも役立つと思いますぜひやってみてくださいありがとうございました